6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむとまさととまりこと吉高がお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。10月1日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。葛飾 FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。こんばんは、松田治です。今日もなんとなく暑い一日となりましたが、今日の最高気温が29度、最低気温は 21.1 度。明日の天気予報ですが、最高気温が30度、最低気温が21度の予報になっています。明日の天気予報は曇りのち晴れの予報になっています。それでは今日もこの方をご紹介いたします。渡辺義孝さんです。こんばんは。こんばんは。いきなり噛みましたね。噛みましたね。はい、じゃあせっかくね、10月になりまして、はい、そうですね、第1日目ですからね、はい、10月1日、はい、今日から消費税がちょっと変わったという感じですけども、衣替えでもありますし、そうですね、はい、なんか買いました？今日今日ですか、はい、今日衣替えはまだしてないですけど、衣替え何か、コンビニで何かを買ったとか。おにぎり買いました。おにぎり、じゃあもう、はい、しっかり 10% になったんですか？そう、それは言われるまで気づかなかったんですよね、はい、あんまり気にしないですよね、まあ、うん、1個で買えばね、分かりやすいんでしょうけど、うん、なんかまとめて買うと分かんないですよね。はい、ということでね、今日も素敵なお客様が2人いますので、ご紹介します。美女ですね、はいはい、まずは女性から、清水まりこさんです、はい、こんばんは。こんばんは、清水まりこです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、少しまりこさんお痩せになりました？そうみたいです ね、なんとなくそんな感じがしましたけど、多分お肉が落っこったんじゃないかと。お肉が落ちた。お肉が落ちるっていいですね、お肉。多分でもここにあったの、ちょっとここになったかな、そうなんて。でもなんとなくそういうふうに言われます？なんとなく言われます。あ、そう、この辺がなんとなく、この辺がブー、この辺がブーにはなってませんけどね、え、はい、吉田君なんか言ってください、はい、いやテレビだったらよかったのになって。映ってますよ。あ、そうですね、多分今のブーも映ってます、はい、YouTube でね、ご覧いただいて、はい、はい、そしてもう一人、沢田雅人さんです。こんばんは。こんばんは、沢田雅人です。いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。雅人さんは、頬は王にはなってないですか？そうなんです。僕も今一応ね、多少ダイエットしてるんですけど、はい、なんか最近落ち着いてきちゃいましたね。落ち着いてきちゃった。一時期はこう、うん、何キロから何キロまでって結構スムーズにいくんですけど、やっぱ壁があるんですね。そこを超えるには、そこを超えるには、先輩なんかいいアイデアありますか？アドバイスありますか？我慢でしょうね。我慢ですか、うん、でも雅人くんとしてはあと何キロぐらい落としたいとか。そうそう、あと3キロぐらい。あと3キロ、そんなに落とさなくてもいいような気がしますけど、行きたいような気がするんですけど、行きたいような気がする。壁で止まっちゃいましたね。でもそこであまりご無理なさらない方がよろしいかと、はい、今も、うん、マリコ先輩からアドバイスいただきましたので、で今日から食べます。まさかあんまりこう細くなりすぎても、うん、やっぱり今ぐらいがいいよ、人が自分が言うこと。あ、もう先輩、皆様からアドバイスいただきました。今日から食べましょうか。うん、そう、秋ね、食べまくりましょうか。そう、秋ですね。美味しいものがいっぱい。来月はどうしたの？だるま顔になったらどうしましょう？の中さんで、ね、どうしましょう、困っちゃいますね、そうなったら。出たという感じで、はい、松さんは何か買いました、今日買い物。いや、今日ね、まだ実は買い物してなくて、はい、ただ電車で来たんですよね。あ、電車来た、はい、僕電車も今ほらピッて、うんうん、パスモとかでやっちゃうから分かんないですよね、うん、はい、そうね、はい、質問、はい、電車料金も上がったんですか？上がってるんですよね。上がった？わかんないですよ。わかんないですよ。だから今わかんないです。切符買わないんで。なるほど、そうだ、うん、みんなカード持ってて、わかんないですよね、ピッピッピの人はわかんないですよね。怖いかも。時間がないという、ない、うん、いつの間にか減ってるんで。なるほど。マリコさん、今日買い物しました？しません、しません。やっぱり電車で参りました、カードで。じゃあ B ですか？え、B。あと昨日、はい、昨日まではやっぱりなんかマリコさん、昨日買いに走られたって。そう、洗剤とか主婦の感覚ですよね。その辺のお話はまた後ほど聞きましょうね。はい、それでは火曜大更新、最後まで1時間ごゆっくりお楽しみください。この番組は、新恋はカラオケ喫茶アラビカ、渡辺義孝音楽事務所、恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたします。それでは今日の1曲目です。それでは清水まりこさん、曲紹介お願いいたします。はい、今年の2月27日に発売させていただきました、生まれ育った山梨県が、甲府が開府500年が1月1日から続いてます、江戸時代から続く、甲府
を歌ってますが、来年オリンピックですからみんな日本よ元気になれという気持ちで作りました。清水真理子女風林火山ニューバージョン、聞いてください。清水真理子さんの女風林火山ニューバージョンを聞いていただきました。ありがとうございます。それでは火曜大行進始めさせていただきます。改めてご紹介いたします、渡辺義孝さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか軽快な歌でね。そうですね、今ご本人様横にいるんですけど、はい、緊張してます。そうですか、はい、この
じゃあ改めて、ね、ご紹介します。清水真理子さんです。清水真理子です。お世話になります。お願いします。私も緊張しちゃう。吉高さんの緊張が伝わってくる、はい、結構ね、緊張って映るんですよ。でも、ねはい、そして澤田雅人さんです。はい、澤田雅人です。よろしくお願いいたします。はい、もう緊張しちゃう。あ、そうなんですか。うっせ今の雅人僕だけ嘘。初めて例えば歌謡大行進に出た時って、はい、やっぱり緊張されました。いや、あの歌謡大行進さんもそうですけど、やっぱ初めてラジオに 出させていただいたって時があって、うんはいはい、やっぱどうしていいか分かんないですよね、はいはい、なんか今とね、本当にやっぱり右も左も分からなくて、もう6年目でしたっけ、7年、あ、7年ですね。やっぱり7年前に来ていただいた時はね、はい、やっぱり今よりちょっと緊張してたような気がします。いや、今もしてますよ結構。そうですか、はい。でもなんか本当にこうね、見えない。でなんかスルーされましたね今ね。あ、そうそうそう、緊張してますよ、緊張してますよね。今も緊張してます。やっぱ仕事はある程度緊張感を持たないと ね、 そうですね、先生はね。確かにね、はい、上がっちゃいけないけど緊張感、うん、持った方がいいって言いますけどね、はい、はい。話はちょっとガラッと変わりまして、はい、阪神さんのファンですよね確か。そうです、すいません、おめでとうございます。ずっとこの勝ってまして、ずっと阪神さん応援してましたから 100% 阪神さん、はい、多分阪神の相手が上がってくると苦手だからですね、はい、本当そのね、本当は阪神さんが1個でも負けると、はい、広島さんがね3位になるとこだったんですけど、まあいや、なんか奇跡的ですね。素晴らしいですね、なんかすごいです、びっくりしました、びっくりしました、うん、ね、ということで、でジャイアンツさんも一応おめでとうなんです。ジャイアンツおめでとうございます。僕その話をね、もう雅人くんがラジオに出る頃からご一緒してますから、はい、7年聞いてるんですよね。あ、なるほど。毎回毎回毎回。そうそう、でも阪神さんおめでとうって久しぶりでした。そんなことない。3年ぶりです、新月はね。そうですね、そうです、はい、ということでございまして、ドームで待っててくださいね。もちろんですよ、はい、で前なんか阪神さんとやってですよ、4連敗したことがあるんですか、うん、巨人は。あら。じゃあこれね、言うと予言が当たるかもしれないですね。いやいや、今年そういうことがありましたか。吉高さん占いでちょっとやっといてください。いやいや、ラジオ聞いてる人分かんないから。マリコさんあれですか、スポーツとかご覧になるんですか。あ、ワールドカップ、あ、はい、ラグビー、すごい、すごいですよね。普段あんまり見ないんですけど、やっぱりああいうね、はい、ワールドカップとか言うとやっぱり見ますよね。面白い。でなんとなくルールも覚えてきたりとか。だってあとマリコさんほら、はい、チラシに東京オリンピックって書いてありますから、はい、スポーツ大好きですよ。大好きですね、うん、あれ抽選とか応募されました。チケットやってない。やってないですか。まあ、テレビで見るのがね一番。あと世界陸上も、はい、はいはいはい、昨日も面白かった、はいはいはい、なんでしょうね、やり投げの女の子、はいはい、21歳の何じゃっけ、はい、はもう興奮して、はい、燃えますよ ね、燃える、ね、パワーいただきますよね、うん、やっぱりね若い人の力はすごいですよね、うんうん、いや若くなくてもすごい。松田さんから言って、ありがとう。自分がなんかすごいかっこいい。まあちょっとかっこいいですよ。ちょっとごめんなさい今聞こえない。かっこいい。ありがとうございます。松田さんマネージャーさんたちとね同じ。そうですね。お若いですよ。若い。そうそう、お若いですよね。うん、パワフルですよ、ね。シワね一つないもん。シワ一つない。ね、いくつって言われるとごちゃいっていつも言ってますから、精神年齢は。はい、次行きましょう。はい、次のコーナー。次のコーナー。失礼いたしました。それではメッセージをいただいております。川野義則さんからメッセージいただいております。それではどうぞ。火曜大行進を聴きの皆さんこんばんは、川野義則です。おさむさん、先月お世話になりました。またぜひゲストに呼んでください。私の予定ですが、10月20日大宮ライオンズクラブ、それから12月26日カトレア音楽祭で、東京声巡りを歌わせていただきます。それでは今頑張っている曲東京声巡りをお聴きください。よろしくお願いします。川野義則さんです。東京声巡りお聴きください。
川野義則さんの歌で東京恋めぐり聞いていただきました。それでは今月の歌、今月のメッセージということで野中沙織さんからメッセージをいただいております。それではどうぞ。歌謡大行進をお聞きの皆さん、こんばんは、野中沙織です。先日はスタジオにお邪魔させていただきまして本当にありがとうございました。毎回毎回笑いっぱなしでちゃんとお話できてるかどうか、帰ってからもう本当にもう膝を抱えながら反省をしている日々でございますけれども、本当にまた呼んでください。またスタジオでもかけていただきましたけれども、野中沙織の新曲、先月9月11日に発売となりました夏雪草という作品でございます。とっても実は身近にあるお花なので、皆様知らず知らずに目にしているお花なのではないかなと思うんですが、細やかで白くて可愛らしいお花をつける夏雪草、そんなけなげに可愛らしく咲くお花に女性の心情を乗せた歌が夏雪草という作品でございます。とってもキャッチーなメロディーがついておりますので、ぜひぜひ皆様愛唱歌の中の一曲に加えてください。そして今回発売を記念してのカラオケ大会来年の秋発売となる野中沙織の新曲の収録曲にとなるデュエット曲の相手を探していますというオーディションも兼ねての大会となっておりますので、また詳しいことは野中沙織のブログまたホームページでご確認いただき、どしどしご応募ください。お待ちしております。それでは聴いてください。野中沙織の新曲夏雪草、どうぞ。野中沙織さんです。夏雪草お聴きください。
はい、吉高さん、はい、はい、それではですね、今日の素敵な お二人をね、改めてもう一度ご紹介したいと思います、はい、まずは清水まりこさんです。こんばんは。こんばんは、清水まりこです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして澤田雅人さんです。こんばんは、澤田雅人です。いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい、今年のですね、はい、あの1月の時、一番最初1月の最初の時に清水まりこさんと清水節子さんの清水ダブル清水さんで ね来ていただいたことがあるんですけど、あれからもう10ヶ月経ったんですよ。早いですね。もうすぐ10夜の鐘ですね。もうちょっと本当ですよね。本当にそうですよね。で、実はですね、このここに進行表みたいなのがありまして、ここに996回と書いてありますが、すごい、今日ですね、996回でございまして、はい、まあ、来週が997回、どん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 行くんですけど、はい、ですから今月のですね、10月の29日に1000回を迎えるということで、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。実はあの10月29日は何を放送するかというと、うん、実は10月16日の時にですね、お店で、はい、あの火曜宅配便という、番組を撮るんですが、はい、その時の模様をここで流そうと思います。ですからもうその時の会話はもう今日は1000回おめでとうございますみたいな感じの話をしようかなと思ってますので、ですから1000回の日もちろん出させていただいて、そういうことになりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、それではですね、澤田雅人さんのね、今頑張ってる曲をおかけしようと思いますが、改めてですね、これはどういう物語かをちょっと教えていただけますか。そうですね、あのとっても強い気持ちの女性がいてですね、あの本当に普段男なんて何みたいな、もう恋もしない女性なんですけど、はい、ある出会った男性に本当に恋をしてしまいまして、なるほど、はい、で普段も強いハートの持ち主なんですよ、女性が。でも男性は遊びなんです、一夜限りので。本気で恋をしたんですけど、男性に振られて傷ついてしまって、その傷ついた心がダイヤモンドなんですね。なるほど。なんか強い女性というと今マリコさんが今僕もなんかね、マリコさんが出てきてしまった。なぜかマリコさんを見ながら、あれちょっとイメージ的にね、あれとっても素敵なかっこいいイメージなんで、はい、いやいや、はい、なんかあの本当のところはね、もしかしたら弱いところもあるかもしれませんけど、うん、なんとなく見た目でこういつもこうマリコさんのね、あのフェイスブックとかいろいろ見たりとか、うん、この表情を見るとどうしてもちょっと強い女性が出てくるんですけど、はい、違うんです、ま、違うんです、違う、いかがなんでございましょうか。やっぱり小さく違う、いや、てかやっぱり意地張りだったので、強く見せてきたことは確かですけど、なるほど、でも星が語ってるみたいですもんね、吉高さん曰く、ね、なるほどね。あとでなんかその辺の話もしちゃってます。そうですね、私がしちゃっていいですかね。ちょっと占いに行こうと思いましてね、さっきやってたんですけど、本当に女性らしい方、本当に女性らしいって言われる、女性ですけど、女性らしい方、もう本当絵に描いたような女性らしい方です。隠してる。そう。でも見た目はかっこいいから。なるほど。うん、じゃあ後ほどですね、マネージャーさんに皆さん知らないマリコさんの情報をちょっとね。そうですね、はい。本当の女らしいところを語っていただこうと思いますので。グーグーが出ましたんでね。楽しみでございます。そっちのコーナー長くした方がいいじゃないですか。あ、わかりました。上がりました。はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。はい。はい、澤田雅人、今頑張ってる曲です。どうぞ聴いてください。傷つくダイヤモンドです。
沢田雅人さんの歌で傷つくダイヤモンド聴かさせていただいておりますけども、はい、ありがとうございます、はい、なんかですねプロモーションの話で今ちょっともろもろもろ盛り上がりましたもろもろってなる裏話的なね。そうですね、はい、でもよくいろんな歌手の方のプロモーションっていうのはよく例えば雅人さんが歌って、はい、なんか他の友情歌手がね友情出演するとかそういうのもよくあるじゃないですか。いいですよね。今一生思ったんですけど、マリコさんがもしね仮に僕のプロモーション見て出てきてくださったらみんなびっくりするし、うん、びっくりしますよね。インパクトもあるし、はい、なんか流行ると思うんですよね。楽しそうですね。絶対にもうマリコさんの事務所の歌手の方総出演してね、なんかこういろいろもう全員出しちゃったりして、うちの事務所がちょっと払えなくて潰れるかもしれないですけどそれまで稼がないです。あ、そんな感じになる、はい、ね、野中さん、野中沙織さんがこう通ったりね、沙織ちゃん通ったりね、どう何気なくこう、あ、何気なくこうね、ヘルメットをかぶって、ヘルメットをかぶって、この間ヘルメットかぶっていただいて、そうですね。何気なくそういうのもいいかもしれないですね。なんかそういうの面白いですよね。シークレットゲストみたいな感じで、うん、面白い面白い、うん。なんでここに出てるのみたいなね、うん、そういうの面白い、うん、あるかもしれないし、誰が出てるか探しましょうみたいな。うわ、楽しい、楽しい。面白そう。ちょっと次回企みたいですね、なんかね。ポケモン探せる。舞台が共演してるんですもんね。舞台とかラジオとか、ね、番組、ね、番組でも、そうそうそう。うん、そうですね、もしかしたらマネージャーも出ちゃうかもしれませんね。そしたらいや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 ってなんです。マリコさんのマネージャーさんのおまさんに出ていただいて、めっちゃ感じ悪いですけど大丈夫ですか。そんなことある、この人生めっちゃ悪いっつって誰も見なくなっちゃった、どうしよう。そんなことはないです。後ほど後で、ね、語っていただきたいでもちょっと怖そうに見えるけどね、実際してすごく優しい方だと思いますよ、大間さん。そう、底辺から来るんですよね。そうなんです、はい、なんか嫌な役っていうんですか、はいはい、悪人から来るんですよ、ね、悪人からだんだん親になってくる。くるで僕は第一印象最悪だったんですけど、そんなことないです。あ、そうなんですよ本当に。でも第二印象からすごく、あ、なんて素敵な方なんだろうって思ってたんですよ。なるほど。じゃあうちのマネージャーさんに聞いたら第二印象まで悪かったらしい。へえ。第三印象からは良くなって。ごめんなさい、それはなんでですかね。見た目ですか。見た目って言ったら失礼ですけど、どうでしょう。いや僕全然もうぶっちゃけ、いやぶっちゃけ全然皆さんいい人にしか見えない。いやちょっと目が嘘って語ってます。本当です、本当に。この話ね、長引かしちゃってもしょうがないですけど僕本当嫌いな人一人も会ったことないです。本当、マネージャーさんで。いやいやいや、ゲストの方も。あ、ゲストの方も。なるほど、マネージャーさんまでよく知らないですね、ぎっとね。じゃあ私みたいな下々の人間でもすごく優しくしてくれますよ。なるほど。本当に下々ってのもね、はい、変ですけど。でもですね、ちょっとだけ追加して、はい、でもね、やっぱりマネージャーさんがいい方だとそのゲストの方をね使いたいと思うと思います。あ、それはそうです。主催者としては、もしくは感じよくして、感じよくして。マネージャーさんがいいと、そうですよね。そりゃそうなんです。その逆もあるってことですよね。そうです。やっぱりタレントさんが良 いんだけど、うん、ちょっとマネージャーさんに問題があると、あ、残念だけどちょっとこのタレントさんあれかなっていうのもねあると思いますよ、きっと。ちょっとちょっと。あ、急になんかあれは負け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 。ちょっと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 大丈夫。いや、ですから大間さん大丈夫です。もうだからマリコさん来てるんですここに。皆さんいろいろ、はい、ということありがとうございます。はい。それではマリコさんのですね、先ほどかけさせていただいた女風林火山ニューバージョンのカップリングの曲をね、うん、はい、なんか変わったタイトルが、うん、そうなんですね。どういう物語の歌なんですか。はい、タイトルが母子手帳と申しまして、皆さん保健所の歌かって聞かれるんですけど違います。はいはい、はい、母子手帳制度っていうのが日本にある独特の制度だったらしくて、はい、それが一時廃止になる動きがあったんですね、はいはい、それを食い止めた方が同じ、私と同じ同郷の山梨県の方だったんですね。で、まあ、それに参加しようと思って、ちょっとなんていうんですかね、その母子手帳をずっとこう幅広くっていうんですか、今はもうアジアの方にも広がってて、はい、山梨県では1月じゃない、いや違うわ、成人式の時に成人したお子さんに親御さんから母子手帳をこうお渡しするっていうことをずっとやってるらしいんですけど、やっぱりちょっとこう私は愛されてないって思う子が更生するみたいなんで、まあそれまさしく私かなみたいな、うん、ちょっとひねくれてきたんで。うん、なんかそれはすごくこう一番自分の根本を知るっていうことが大事なことだなと思って、うん、はい、私は母が早くに亡くなったんで、はい、ずっとこう母の思いっていうのは胸にあったんですけ ど、やっとそういうことを歌で表現できるということに恵まれたんで参加した次第です。わ、はい、かりました、はい、母子手帳、清水真理子、聞いてください。
清水まり子さんの歌で母子手帳聞かさせていただいておりますが、なんかこうしっとりとねした感じがしますけど、やばいですね、涙腺が、涙腺がもうあの本当にやっぱり男性はですね、こういう母親のねテーマの曲というのはやっぱりこうね涙腺が弱くなってしまいます。母って絶大じゃないですかね。そりゃそうですね、まあ、女性からしてもそうだと思うんですけど、やっぱ男性からしても特にね。まさと君のお母様というのはどんな方ですか？いや、うちの親もですね、はい、まあ、ちょっと病気したり足悪、今悪かったりするんですけど、はい、もうすごく元気、おかげさまで今元気になりまして、元気で、はい、もう逆にうるさいぐらいに喋るようになって、だからよかったなと思ってるんですけど、そうですね、はい、でも最近あの歌手にならせていただいて、うん、実家に帰る機会が本当増えたんですよ。なるほど。向こうの方でお仕事いただくときは実家の車を借りたりしてますので、なので本当にそれが逆に良くて、あの歌手になって良かったなと思う一つの。じゃあ正人くんの部屋そのまま残ってるんですか？いや、もう潰されてないんですけど。潰されちゃった。お荷物が入っちゃってなくなっちゃって、はい、今ないんですけど、でもあのすごく話す機会が増えたので。なるほどね。その感謝してます。そうですか。親孝行ですね。はい。じゃあ吉高くん、マリコさんのね、なんかメッセージが来てるということで、はい、ちょっと読んでいただけますか？はい、お願いいたします。はい。今日の1曲目からマリコ様の曲、とても幸せ。松田様、皆様、とってもいい曲でしょ。応援してくださいね。リクエストの曲、女不倫火山と違って素敵な曲です。よろしくお願いいたします。はい、あら、ありがとうございます。こちらはどなたですか？お名前が、はい、マリコ様大好きっ子様ですね。あら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこのね、曲の合間のこのこういうコメント、はい、嬉しいですよね。嬉しいですね、うん、嬉しいですね、ありがとうございます。生放送のね、そう、じっくりじっくり、うん、きますね。はい、嬉しいね。ということで、マリコさんはそれでお母様を、はい、うちの母は45で、今から31年前、平成が始まるあのまさしく昭和64年の1月5日に、うん、はいはい、昭和天皇が崩御なさる2日前に、本当ですか、45歳で乳がんの末期で行ったんですよ。うん、あ、そうですか。今もね、乳がんって助かるんで。そうですね。うん、私はその、私もね、あの母に似て美人薄命で行くと思ったんですよ。どこ笑うとこです。なんかちょっと固まっちゃいました、ね。固まっちゃいました。はい、ところが、あの、はい、生きられるっていう、今48になれたんで、なるほど、本当にあの人生100年時代っていうふうに言われてますし、そうですね、はい、医学もね、発達してるし、ぜひ長生きをみんなと共にしていきたいなって。やだ、もう吉高さんなんか泣いて私も泣いちゃうわ。でも今本当にあのがんもそうですけどね、例えば白血病とかいろんな病気も治る病気ですからね。いい時代ですもんね。そうですね、はい、皆さん本当に、皆さん無駄に長生きしましょう。無駄に長生き、なんか無駄に長生きしてるみたいですけどね。僕は無駄に長生きしますよ。私も頑張って、はいはい、今ね、人生100年ですから、はい、まだ半分、人生半分ですよ。そうですね、まだまだピヨッコですから、ね、出会いがずっと続いて縁でこう一緒に歩いていきたいですよ ね、はい、一緒にね、誰一人かけることなく。そうですね、うん、わあ嬉しい。ちょっと、うん、いや吉高なんか泣いてるの。いや吉高さん、まあまあ、泣いてますよ。いや、ね、すぐもらっちゃうんですよ ね、うん、もう涙腺が弱いってことはやっぱり年を重ねた証拠ですね。ちょっと 鼻を鳴らさないでください。素敵よ、吉高さん。そうですね、はい、ということでございました。どうですかこの曲？いや、僕もこの曲大好きで、はい、あのマリコさんと本当お仕事で嬉しいことにいろいろご一緒させていただく機会があったんですけど、ね、本当にあのこの曲以外にもすごくね、うん、あのいい歌がたくさんあるんですけど、はい、特にこの曲はやっぱ母をテーマにしてるので。そうですね、やばいですよ、マジで。あ、嬉しいですね、うん、本当にいい曲だと思います。皆さんもね、覚えて歌っていただきたいと思います。母子手帳を聴いていただきました、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ここでまた楽しいコーナーがやってまいりましたけれども、はい、はい、注目のコーナーですね。注目のコーナー、え、そのマネージャーコーナーですよね。マネージャーコーナーもちろんありますよ。どっちを先に行こうかなと今悩んでるところ。どっちってまだあるんでしたっけ、他に。これかマネージャーさんか、どっちかがいいかな。もしかして早口言葉。早口言葉、それもうボツになったんじゃなかったっけ。そんなことな、なんかさっきね、あのお便りちょっとちらっと見させていただいたらね、これは楽しみだっていう方もいらっしゃったんで、やはり、ね、じゃあ、今日はこっちの方からマリコさんにもやってもらいましょうか。ちなみにマリコ先輩にも、でもマリコ先輩は本当得意なんですけど。いや、そんなことないです。なんかこっちがどんどん増えてってこんなボワ。すごい。じゃあですね、なんでそんな増やしたんですか。これを とりあえず一個選んで。これ僕が引いていいですか。マリコさんに。はい。はい、らしい。これマリコさん。はい。じゃあまず見ないで、はい。そうですね。はい、これも大体ですね。大体これ基本的にこれにしましょうか。こうですね。はい、そこからちょっと一枚引いていただいて。じゃあこれ引いていただいて。このわさと君の。はい、
はい、これで、はい、これで、はい、優しいからいい、まだ見ないでください。じゃあ、はい、まずはマリコさんからまず見ていただいて普通に読んでいただけますか。普通に、あ、うん、はい、はい、隣の客はよく書き食う客だ。なるほど、もうなんかもうできちゃってるじゃないですか。本当に素晴らしい。聞き直していいですか。はい、だけど、じゃあそれをですね、はい、3回ぐらい言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、それではどうぞ。隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ。うわー、素晴らしい。本当、なんかあの同じ事務所のね、沙織さんに聞きたい、ぜひ聞かせたい、うん、あ、そんなことないです。沙織ちゃん、沙織さん呼んでください。沙織、沙織ちゃんも上手なんですよね。はい、はい、もうプリンスですから、ね、プリンスですから、プリンスですから。はい、じゃあこちらをまず、はい、まず普通に読んで、多分ね、マリコさんすごく簡単なのを選んでくださったんですよ。なるほど、普通に読んでください。じゃじゃん、はい、あ、おお、定番、これ定番、はい、普通にまず読んでいただきたい、はい、青巻紙、はい、赤巻紙、はい、キマキカミ。なるほど、はい、ちょっと危ないような気がしますけど、はい、それじゃあ3回言ってください。それではちょっと待って、どうぞ。はい、行きます。はい、青巻紙、赤巻紙、キマキマイ、青巻紙、赤巻紙、キマキマイ、青巻紙、赤巻紙、キマキマイ。すごいですよね。すごいですよね。本当全くうまくなんない。ちょっと、いや本当に本当に、むしろ悪化してるんですよ。なんか病気じゃないかそれ。いや、病気かかっちゃいましたかね。いや、真剣にやってるんですよ、マリコさん。ちょっと何これ。これちょっと意外と簡単そうで難しいかもしれない。そうね、ゆっくり読むのにしましょうか今度。いや、それじゃ早口言葉にならないですよね。はい、ということでございまして、それではですね、はい、次のコーナー、次のコーナー、次のコーナー、はい、ちょっとマネージャーさん、じゃあ吉高君、はい、ちょっとだけそのお席をお借りしてですね、はい、まずはじゃあ先ほどからね、何回かいろんな話で出てまいりまして、あのマネージャーさんがどうのこうのという話が出てまいりました。それでは清水麻里子さんのマネージャーさんで大間さんに来ていただきました。めっちゃ感じない人ですから。めちゃ感じない。もう第二印象から大好きです。そうです、もちろんでございます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。大間です。大間徹と申します。徹さんです。はい、徹ちゃん、徹さん、よよよ。それではですね、清水麻里子さんが普段どんな風に女らしいのか、その辺をちょっと普段皆さんがあまりわからない、マネージャーだからじゃないとわからないというところ、ちょっと一つ二つお話をしていただきたいと思いますが、はい、はい、あの僕は清水麻里子のことを、はい、あの子犬って言ってるんですよ。子犬、はい、子犬、はい、はい、子犬のように可愛いわけではなくて、なくて、あの立ちの悪い子犬ってほら、キャン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 うるさいじゃないですか、まとわりついてきて、はい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 、そういう意味ですね。どういう意味、どういう意味、今ここ笑うとこですか、笑っていいとこですか。あ、そうです、はい、子犬笑っていいとこです、はい、でよく地方なんかに行くと、はい、ホテル泊まるじゃないですか、はい、泊まりますね、朝ごはんとかってで、この人は、はい、朝ごはん明日何時に食べますとか、じゃあ一緒に食べましょうなんつって、はい、僕基本朝ごはん食べなくてもいい人なんだけど、無理やり早く起きて、はい、ご飯行こうかって言って、私いらないです。実際にそれはちょっとめっちゃひどいんですよ。気分やね。気分やな。なるほど、はい、この間もやりましたね、この間も。兵庫県結構ね、そういう時一日ムカついてんだけど。マネージャーさんがですか。あ、ま、大間さんが、ま、そうだったんだ、ムカついてるんですか。あと1時間寝れたのにとか思って。なるほど、なるほど。私はどこ吹くかじゃないですか、どこ吹くか。なるほど、普段なかなかね聞けないマネージャーさんのね本心をちょっと今日は。女性らしい、女性らしい、女性らしい、そんな女性らしい。あと何かありますか、もう一つぐらい。あとね、はい、ライブなんかやってて、途中あのお客さん楽しませるっていうか、自分が楽しんじゃって、なるほど、遊びに行ってんですよね、この人ライブに。ライブ、なるほど、遊びに行ってるの、遊びに行ってるの、なるほど。で自分が盛り上がっちゃって、はい、終始つかなくなるんで、僕がステージ上がってって水持って、はい、落ち着けって言ってハウスみたいな。そこが子犬なんですね。なるほど、子犬ちゃんお水あげてる、あのほっといたらどうなるか分かんないんで、もう永遠と終わらなくなる、永遠と終わらなくなる。なるほど、うん、それは困っちゃう話。確かに。それはトークが長くなるんですか。トークが長くなる。トークが。で、あのちょっとほら本人が構うと、はい、こう嫌がるお客さんっていう、恥ずかしいのかなんか、はい、ほら引くお客さんっていう、お客さんに話しかけるとね、はい、そういう引くお客さんを徹底的に攻撃する。なるほど。なるほど。怖い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 。怖
性格、怖い性格。もう本当見ててかわいそうになるぐらい。これイメージだ。そんなイメージ。いやいや、なるほど。めちゃ性格悪いんですよ私。いやいや。お客さんも気をつけ遊ばせ。親しくなろうと思うね。うん、マリコさん なりのこう。でもなんか気持ち分かるのだから引けないんですよね、うん、一回そこに行くとそうしつこい性格だから、うん、なんとかこの人を攻略してやろうっていう気持ちがね分かります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 その気持ちすごく分かります分かります、うん、なるほど出てるんですね星に吉高、ね、さん曰く、ねうん、マリコさんからしてその大間さんのすごくいいところを一つだけ教えていただけますか。あめちゃめちゃ第一印象がおっしゃる通り皆さんが口を揃えておっしゃる通り悪いんですけど、うん、最悪私は25年前にお会いしてるんですけど、はい、あそうですか最悪同じ最悪あそうですかだんだんこう底上げなんていうんですかだんだんこう慣れてきた噛めば噛むほど味が出てくる人なのでなるめかで私ね、はい、いつも相談事聞いてもらってたんですよ。あそうですか。事務所が全然違うとこにいてただ自分の師匠が同じっていう兄弟子なわけですよ。なるほど、ええ、でとにかくあの話を聞いてもらって、はい、夜中の3時4時ぐらいまで居酒屋で飲んでまたしつっこいんで、うん、なるほど分かりますよねみたいなこの気持ち分かりますよねみたいなずっと聞いてたわけですね聞いてくれる優しい人優しい人実はあの見た目と全然違ってまあそこは強調しなくてもいいんですけどねなるほどめちゃくちゃ優しいでも25年前からもうそういうお仕事をされてたんですか。僕はしてました。ああそうもう大ベテランですよね、うん、だって猪俣公章先生のお弟子さんですよ。あそうですか、うん、まあそれは失礼だ。あ違うんですよ特例中の。ああそうだってあの冬美さんをお迎えに上がった方ですよ、はい、あそうですか東京駅に。まあそれは失礼をいたしますね。うんだったんですよだからノーアルタ変わったやつですね。あなるもう今日から足向けて寝れないですねきっと。いや向けていいと思います。あ、そうですか。あ、そうでしたか。そう話すれば知ること面白いです。あそうですなるほど、はい、で今度また特別番組で、はい、あの大間さんについての今度特番をね久保田さんと一緒に久保田さんマネージャー2人についてやります。じゃあここで久保田さんと変わりましょうか。そうですね交代をイエーイそうじゃないと止まらなくなってしまってちゃんと自分でね止めていただきましたありがとうございます。はい続きまして澤田雅人さんのマネージャーさんです。改めて紹介をお願いいたします。皆さんこんばんは。いつもお世話になっております、マネージャーの久保田と申します。よろしくお願いいたします。大間マネージャーさんには僕もすごくお世話になってまして。あそうですか。あの悪い方じゃないんですけど、はい、いい人でもないんですよ、ね、なんだかよくわからない。そうなんそうなんなる悪い人じゃないけどいい人でもない、はい、なもういつもよくしていただいてなるほどこちらこそですね。本当にそうですね。感じ悪くてすいません。いやじゃなんか雅人君の秘密じゃない。聞きたい。なんかもうね、あのポケモンネタしかないんですけど、ポケモンか。なんかこの間ねあったんですよね。はい、もうおさむさんに報告しようと思って、はいはい、忘れちゃったんですよ。これメモっといていただかないと。もう最近ね、はい、一つ入ると一つ忘れちゃう。もうそういう年齢になってきちゃう。同じ。はい、これはおさむさんに報告しなきゃって言ってたんですけど。あポケモン情報ですかなんか。ポケモンでなんかあったんですけど。でもこの間札幌にねお仕事で行ったんですけど。はいなんか帰りの空港でもなんかイベント今日はイベントの日だって言って空港でなんか空港の中で歩いてましたよ。あそうなんだ。距離を稼がなきゃいけないんですよね。なるほど。それで、はい、空港 のセキュリティを通って、はい、もうあんまりセキュリティ通るとスペースそんなないじゃないですか、はい、でもひたすらそこをぐるぐるそれは一人でマネージャーさんも一緒に一人で回ってて待ってましたでちょうどセキュリティを通るとこに警察官の方がやっぱ立ってるんですよ。へでぐるぐる超怪しい人物でぐるぐるずっと回ってなんかやってんじゃないかと。めっちゃジロジロ見られてましたけど。なるほど、はい、そういうのです。一度ね夜中に、はい、5キロ歩いたことがあるんですよ。さすがにその時はね夜中だったので、はい、一人で歩かせるとね危ないじゃないですか。なるほど。だから仕方がないんで僕も付き合って5キロ歩きましたけど、はい、この間は空港の中で安全なんで安全なんで、ね、もう一人で歩かせたなるほど、はい、なるほどね。面白い。おさむさんならね気持ち分かってます。気持ちよく分かりますね。今度一緒に歩いてあげる。わかります。お願いします。お任せします。ありがとう。じゃあお預かりします。本当に。で今度はなんか忘れないようにちょっとメモっといていただいて。わかりました。そうします。今度はポケモンネタじゃないものを一つ探しておいていただいて。はい、はい、ということで、なんか逆に久保田さんのなんか。こういういいところ特に何もないところ、ね、いいところですか。いいところです、ね、こんないい人いなくてですね。はい、こんないい人いなくてもう僕も足向けて寝れないんですよ。なるほど、はい、この間足向けて寝てました。聞
ックが出たりしたんですけど大丈夫ですかそれは。ああそうですか、ね、分かりました。ありがたいです、ありがたいです。これからもよろしくお願いいたします、はいはい、こう言っておかないとポケモンできなくなっちゃう、はい、あなるほど、はい、そうだ、素晴らしい。ポケモンを許してくるマネージャーいないです。今のカット、カット、はい、なるほど、分かりました。なかなか付き合うね、はい、マネージャーもいないと思いますよ。そうですね、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ正人君の次の曲をね、じゃあご紹介してください。はい、先ほどの清水真理子さんの母子手帳もそうなんですけど、はい、僕の曲もちょっと母をテーマにした切ない曲になっております、はい、どうぞ聴いてください、はい、母ちゃん、はい、沢田雅人さんの歌で母ちゃん聴かさせていただいておりますけども、いい歌ですよね。ありがとうございます、はい、それでは吉高君、たくさんの、ね、はい、お便りが来てますの、ね、でね、ここでね読んでいただけますか。今月もたくさんいただいています。お願いいたします。はい、雅人さんこんばんは、はい、こんばんは。今日から10月、はい、秋も深まってきましたね。食べ物も美味しい季節、うん、体重を気にする時でもありますよね、うん、ただあまり気にしすぎて旬のものを逃さないようにしてくださいね。そう、今日から食べることになりましたんで、旬のものは食べてください、はい、来月のバースデーイベントをされますね、はい、念願かなって参加できることになりました。 ありがとうございます。どんな企画をされるのか、うん、今から楽しみです、はい、福井のゆきりさん、はい、ありがとうございます。スタジオの皆さんこんばんは。こんばんは、はい、旋回記念月間突入おめでとうございます。ありがとうございます。ございます。沢田雅人さんにぜひファンファーレを鳴らしていただきたく、雅人、うん、さん、はい、無形の早口言葉を使います。まだ話そう、これ僕今日残念でしたけどね。そう、読まないといけないんですかね。僕が早口言葉やるんですが、マモスモリモリモグラモグモグ人影ひかけひかけで一休み中というのを作っていただきました。何ですかそれは、素晴らしい、はい、今度マサト君にそれやってもらいましょうね、はい、はい、松田修様、はい、今月は初のアラビカさん訪問を企んでいます。企んでいる。16日を楽しみに、楽しみにしています。お待ちしています。アポロ3号さんですね、来てください。アポロさん、はい、そう、先ほど、ね、早口言葉を作っていただいた方は美咲さんでした。美咲さん、はい、はい、今日は雅人君の出演ですね、はい、楽しみ楽しみ、はい、あと少しで放送1000回を迎える火曜大更新、うん、はい、今日は996回目の放送なのかな、はい、すごいすごい。1000回といえば雅人君のキャンペーン、うん、1000回達成の時、はい、ありがとう感謝を歌ったね。ああそうでしたっけ、あれ覚えてるかな。すごく感動して泣いたことを思い出したよ。ありがとうございます。今はもう何回なんだろう、何回なんだろう。雅人君もおさむさんもこれからもどんどん記録伸ばしてくださいね、はいはい、みんな頑張れ。まくちゃんさんよりいただいています、はい、ありがとうございます。それ以外にもお名前だけで、はい、はい、はるちゃん、はい、すみちゃん、はい、YK さんよりいただいております、はい、ありがとうございました。大さん嬉しいです。1000回キャンペーンっていうのはだいたいどれぐらい前だか、はい、確かですね、はい、2015年ぐらいだったような気がするんで、じゃあもうそろそろ2000回近く行ってるかもしれないですね。ってますね。あれから1年にどれぐらい、なんかでも最初始め、あの歌手にデビューした頃は、はい、結構ハイペースでやらせていただいてたんですけ ど、はい、はい、今はまあ、あのペース的にはちょっと落ちてはいると思うんですけど、ね、なるほどね、はい、分かりました。でもありがたいです、いまだにそのあのデビュー当時に行ってるお店にいまだに毎年呼んでいただいてるところがあって、あもちろんそれはそうです、すごいそのご縁が嬉しくて、はい、もちろんそうですね、ありがたいです、人柄ですよ、本当に、はい、感謝ですね。今日あの雅人さん出演ということで、そうなんですよ、雅人くんの T シャツを着させていただいて、ありがとうございます、はい、本当にアラビカさんにも毎年呼んでいただいて、でもおさむさんキャラクターちょっと伸びちゃってますよ。ちょっとせっかくいい話をしてる時、はい、僕もこんな顔だったかなと私もさっきそう思ったね。俺 こんなキャラクターだったかなと実は、ね、実は僕も思ってた。じゃあ次2枚目買います。なんかちょっと
これ L サイズです本気で怒んないでください。冗談ですか。全然怒ってない。みんなあでもマリコさん気がついてたんで、はい、ちょっと伸びてたというまあそういうことでございました。まあでも優しいね女性。優しくないです。女性らしい。いや優しくなのでよろしくお願いします。でも今日は分かんない。子犬のようなところがね。でもさっきマネージャーさん子犬って言ったじゃないですか。はい、子犬嫌いな人誰もいないですもん。そうですね。マネージャーさんの愛を感じましたね。なるほど。はい。なるほど。まあ、まとめだよ吉高さんのその愛情。子犬ね嫌いな人いないですもんね。え結構嫌いな人いるかもしれない。まあ犬アレルギーの人とかね。犬が確かあ犬は大好きですもんね。犬は大好きですよ。猫ちゃんは大好きですよ。あそうですか、はい、分かりました。なんか話がちょっと飛びましたけども、あの沢田雅人さんの母ちゃん、ぜひ、ねはい、皆さん歌っていただきてね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今日は清水真理子さんのですね、はいリクエストを1曲おかけしようとしま楽しみ、うん、ありがとうございます。あの、はい、マドンナさんで、マドンナさんあのアメリカ の,、はい、アメリカのデトロイトご出身の、はいはい、御年61、はい、そうですね、かっこいい、ね、犬年の二回り上、あ一回り上、そうなんです、私も犬年なんで、はい、なるほど。マドンナさんも子犬じゃなかった犬、はい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 、マドンナさんも犬、ええ、あなるほど。まあ、アメリカではそういうねなんかないと思うんですけど、うん、あのやはり5歳で、私は18で母がいなくなりましたけど、はい、彼女は5歳でお母様を乳がんで亡くしてらして、はいはい、それであの、まあ、今はもうねもう何ですかポップ界っていうか、はい、世界の大スターになられましたけど、はい、なんかその過程がいつもあの何ですかプロセスが、なるほど、なんか全部自分に響いて、私はすごい尊敬するアーティスト で、はい、で父親となんかこう喧嘩して育ったっていうのもなんか私と似てるっていうのも重ねてて、あのパパドンプリッチ、パパドンプリッチ、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。曲紹介お願いいたします。大好きなマドンナさんでパパドンプリッチ。それではマドンナさんのパパドンブリーチを聞きながら、今日はマサトさんのポケモン情報を聞きたいと思います。はい、いいんですか、マドンナさんとのコラボさせていただいておりますが、はい、まずですね、今月10月に始まりましてですね、10月の2日、はい、明日です。明日、はい、明日から10月の15日までですね、なんとマクドナルドさんで、18時になりますと必ず伝説のレイドバトルができるという、あ、そうなんですか。はい、今ギラティナという、はいはい、とても強いマクドナルドが出てきますので、はい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 、そちらを見逃しなく。全国のマクドナルドですか。全国です。はい、わかりました、はいはい、そしてですね、はい、10月の3日から6日です、はい、こちらはあの台湾の、サファリゾーンというイベントが現地であるんですけど、はい、台湾だけじゃなくこの期間日本でもあのその台湾のイベントに連鎖して何か起こるという噂があります。10月の3日から6日、はい、なのでこちらお見逃しなくですね、はい、ということでございます。そして10月の12日はですね、はい、今月のコミュニティデーがございまして、ナックラーが色違いが多分実装されますので、はいはい、こちらもお見逃しなくということで、あの10月もイベント盛りだくさんのポケモン GO となっておりますので、なるほど、ありがとうございます、はい、多分あのポケモンにあまり興味がないお二人はなんか何を言ってるんだろうって毎月思うんですよ。誰が聞いてるんだろうって聞いてるんですよ。もうちょっとたくさんの方が聞いてらっしゃる。結構やってる人いますからね。やってる、はい、マサトさんファンも結構、ね、はい、やってると、はい、結構います、ね、ファンの方ごめんなさい、はい、それではあの今後のねお二人 の, あの予定といいますかね、先ほどのじゃあ、はい、マリコさんの方からいきますか。 ありがとうございます、はい、お願いします。はい、親子坂からデビューさせていただいて、はい、おかげさまで今年のあそれこそ10月21日にデビューしているので、はいはいはい、25周年記念ライブを25周年全国でやってます。すごいですね、やってます、はい、近いところでは10月12日の土曜日、はい、日光ホテル成田の方でディナーショーをやります。なるほど、まあ、はい、僕はもう北海道まで歩きますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。はい、あ、正人さんありがとうございます。はい、お待ちしてます。ぜひあのマネージャーさんを生で見たい方もぜひともね、はい、来ていただければ。めちゃ感じいい人がいるのでそれをマネージャーですから。あと、はい、はい、動画が入りましたので、はい、女風林火山の、はい、めっちゃ面白いんで、はい、うん、なるほど、ぜひラムです、ね、楽しんで歌っていただければね、はい、歌ってください。なんかすごい楽しいらしいですよ。そうですか。僕もちょっと早く注目してみたいと思います。わかりました。はい、じゃあなんか今後の予定を、はい、10月入りましてですね、10月4日金曜日、はい、上野の忍ばずの池の水上音楽堂で歌謡最前線
上野、はい、秋の陣ということで出演させていただきます、はい。そしてですね、こちらの番組です、はい、こちらの放送局葛飾FMさんのいろいろコラボのイベントがございましてですね、27日の日曜日にですね、はい、葛飾産業フェアに、そうです、産業フェアですね、テクノプラザ葛飾さん、はい、僕も出させていただきます、はいはい。そしてすいません、もう一つ、はい、今月17日は僕の番組ストロベリーアワーが、うん、葛飾 FM21 時からございますが、はい、なんとゲストに清水真理子さんに来てくださいます。よろしくお願いします。再びちょっと、ね、番組ぶっ壊しに来てください。ぶっ壊しに、はい。それでですね、今日ラジオお聞きの皆さんにまたプレゼントという後ほどお二人にちょっとサインを書いていただいて、はい、3名の方にちょっとプレゼントをしたいと思いますので、はい、メールでですね 789@kfm789.co.jp、ファックスでは東京 03-5670-5332 番、郵便では、124-8505 葛飾 FM 火曜大行進係まで、清水真理子さん、そして澤田雅人さんのサインが欲しいと言ってね、お便りをぜひ出していただければですね、はい、お待ちしております。3名の方に差し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ということで吉高さん、なんか最後の、はい、だから流暢だなと思いました、最後の締めが。あ、そうですか。素晴らしかったです、久しぶりに。そうですか、はい、ちょっとこれが伸びてますけどね。そうですね、はい、まあ、買ってくださいね、新しいの。わかりました、はい、すいません失礼いたしました。面白い。はい、ということで、まあ、とりあえず阪神さんおめでとうございます。ありがとうございます、ね、阪神さん、土曜正人さんでしょ。首を洗って待っててください。東京ドームで待ってますよ、阪神さん来るの待ってますから。はい、ということで真理子さん、今日はありがとうございます。楽しかったです、ありがとうございます。吉高君もありがとうございました。はい、じゃあ松田さんも一言、なんか一言だけ。あ、そうですね、いろいろ今月イベントもありまして、16日は宅配便、そうです、はい、うん、アラビカさんにまた伺いますので、はい、ぜひそちらもお越しください。よろしくお願いいたしま す。待ってます。7時からは音コンプレーションの再放送をお送りいたします。おっきのラジオは引き続き葛飾 FM お聞きください。それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さよなら、さよなら。この番組は新小岩カラオケ喫茶ラビカ、渡辺義隆音楽事務所、小岩 CD ショップ、音曲堂の提供でお送りいたしました。